お疲れ様です。今日の YouTuber 紹介は VS チャンネルさんですね。チャンネル登録者が1.75万人です。主には中国地方の廃墟ですとか、廃村ですとか、ちょっと切なくなる懐かしい場所やものを紹介しているチャンネルなんですね。えっ、ー、と、音楽が軽くかかることはありますけども、基本的にはこうやってテロップが出てきてね、そして 歩いいいてこういった古い今回は廃村や限界集落を行く、まあ、そこをね取ってるだけです今回は島根県益田市の七村集落っていうところを取材されてるようですけどもここはね実際今見えてる画面私も行ったことがあるところなんですよしかもまだねここまで崩落してなくって人の営みが若干感じれる時に この辺りお邪魔して、まあいろいろとね、仕事をさせてもらった経緯があるんですね。だからこうやって見るとね、ああのお宅、もうこんなになっちゃったんだとか、あそこのお住まいのお客さん、いなくなっちゃったんだな、お亡くなりになったんだろうなとかね、いろいろと私は直接関わった分だけ、胸にしみるものがありますね。 まあそうではなくてもね、その廃墟ブームってのが一時期あったみたいですけども、まあ私は廃墟に行ってね、いろいろと撮影したりとか、あ,あっちこっち行くってことはないんですけども、こうやって YouTube を見ると、なんだか日本っていう国が流行って、人が国の隅々まで行き渡って、そして波が引くようにいなくなっていく。まあそんなね、懐かしさと寂しさを感じますね。 こうして歩いていてもこの猫台車、誰かが使ってここに置いて、また使おうと思ったけどそのままになっていたりとかね。あそこにちょっと社がありますね。木箱がね。で、この大きなお宅もきっと子供たちがいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、一族が揃ってね、お正月やお盆をすると、さぞかし賑やかだったっていう風に想像するんですよね。蔵もありますね。 この中庭をもしかしたら子供たちが駆け回ったりしたのかもしれませんしさっき犬小屋がありましたけどもワンちゃんに餌をあげたりねなんか可愛がった当時の風景がまぶたの裏ににじみ出てくるようですここも何か農家の屋根のようですけどももう確かめることもできませんガードレールがあり 軽自動車が通ったんでしょうね。七村橋と言います。ここ私もね、何度となく通りました。あの時ね、一緒に仕事をしてくださった方はもうこの世にいませんけども、なんかこの松田市の七村集落、随分と私もね、出入りしたような覚えがありますね。寂しいですね。はい、こうやって YouTube で、 見れるようになるなんて当時は思いもしませんでしたけどもなんだか胸が締め付けられるような思いですそれでは今日は廃墟チャンネルとでも言いましょうか VS チャンネルさんを紹介させてもらいましたチャンネル登録もちろん私はしていますそれでは